はミーミー N ハートの3年生よろしくね。僕はサンサン悩める高校3年生よろしくね。始まり始まり、大きくなったら何になる、大きくなったら何になる、大きくなったら何になる、うん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 。ねえミーミー、なに？ミーミーは大きくなったら何になるの？私は保育園の先生になるんだ。サンさんは？僕はね、悩んでるんだ。ミーミーはどうして保育園の先生になりたいの？子供が大好きで、子供と関わる仕事って考えたら保育園の先生だったんだ。サンさんが小さい頃よく遊んだもんね。そうだった、公園のブランコで背中を押してもらったよね。そうだったね。あの時、耳が強く押したから怪我しちゃったんだよね。そうなんだっけ。だってサンさんすっごく喜んでたんだもん。確かに楽しかった、ごめんね。いいや、ありがとう。で、他にもね、学校で勉強したり先生から聞いたり実習でやってみて楽しかったし、喜んでもらえたり、子供のできたに立ち会うことができて、絶対に保育園の先生になろうって決めたんだ。へえ、そうなんだ。あ、でも、保育園の先生ってどうやったらなれるの？それはね、資格っていうのを取るんだ。幼稚園教諭免許と、保育士資格の2つなんだ。2つも取るの？で、今はね、保育園と幼稚園だけじゃなくって、2つが合体してできた認定こども園っていうのが増えてきているから、2つないと働けないんだよ。それは大変だ。そうで、認定こども園ではね、保育教諭っていう名前になるんだ。なんだかかっこいいね。そうだね、かっこいいね。そういえば、僕たちの通っていた保育園も、子ども園に変わったよね。あ、そうだったね。名前が変わってたよね。そうなの。だからね、2つないと働けないんだよ。そうなんだね。でも、2つの資格がいるってことは、いっぱい勉強しなきゃでしょ。5年 ?6 年 ?10 年。大丈夫、サンさん。勉強やレポートはたくさんするけど、5年も10年も行かなくっていいんだよ。そうなの？そうなの。私が通っている N ハートはね、2年で卒業する子ども保育幼稚園科と、3年で卒業する子ども保育総合科の2つの学科があって、2年か3年で資格が2つ取れるんだよ。すごいね。すごいでしょう。それにね、短大卒業の資格も取れるんだ。すごい。2年と3年の違いは何？2年生はね、資格を取って早く働きたい人におすすめ、で、3年生だと、保育園、幼稚園、施設全部の実習に行った後で、じっくり考えて就職先が決められるんだ。そうなんだ。そう、サンさんはさ、まだどこで働きたいかわかんないから、じっくり選べる3年生がいいんじゃない？そうだね。そう、
そういう私もまだ悩んでいるから3年生を選んだんだ。そうなんだね、うん、ミーミーはどんな勉強をしているの？ピアノや造形、実習も行くし、レポートも書いてるよ。そうなんだ。やったことがないから自信がないな。サンサン、Nハートにはね、Nハメソッドがあるから大丈夫だよ。Nハメソッド？Nハメソッドっていうのはね、コミ力、チーム力、実践力をつける授業があってね、例えばレポートをたくさん書くことで働いてから書類やお便りを書くときに困らなくなるよ。いいね。ね、それに学生が先生役になって子どもの活動や遊びを実際にやってみる授業があってね、この前私の番が終わったんだ。へえ、何したの？果物のお面を作って、フルーツバスケットっていうのをやってみたんだ。へえ、フルーツバスケット、ちっちゃい時よくやったよね。思い出した？楽しいよね。そう、今度の実習でね、それをやってみようと思うんだ。子供たち喜びそうだね。で、それがね、Nハメソッドの実践力。他には？そう、他にはね、いろんなところに行ってボランティア活動を通して小さい子供から大きい人までいろんな年代の人と関わって、Nハメソッドのコミュ力につながるんだよ。そうなんだ。まだあるの。え、その学年の終わりには演劇発表をいつもしてるんだけど、学生同士力を合わせて演劇という一つのものを作り上げることで Nハメソッドのチーム力につながるんだ。面白そうだね。そう、僕もやってみたい。それとね、ミミ、僕お家が大好きだから、お家から通いたいの。サンサン、Nハートだったら両方叶えられるよ。え、そうなの？そうなの。Nハートの卒業生がね、地元の保育園や幼稚園、子ども園でたくさん働いているんだ。そうなんだ。だから、困ったことがあった時にね、助けてくれたり相談にも乗ってくれるからとっても心強いんだ。それは心強いね。で、サンサン、Nハートにはね、いろんな教室もあるんだよ。そうなの？工作室、プレイルーム、絵本のお部屋、もちろんピアノ室もあるよ。楽しそうだね。ねえ。僕、行ってみたくなっちゃった。ちょっとちょっとサンサン、ちょっとピアノ室のこともちょっと紹介させてよ。そうだ。聞きたい聞きたい。ね。で、ピアノ室っていうのはね、一人が1台ずつ練習できるんだ。そうなの？すごいでしょ。すごいね。じゃあ、そんな Nハート、サンサンも来てみたくなった？じゃあさ、もっと学校のことを聞きたかったり、いろんな教室、実際に見てもらいたいから、おいでよ。